こんにちは。えー、上野の頭文字の U. を取りまして、ユーチューバーの上野でございます、えー。今日はですね、有明のあの特選コーナーにちょっと来たんですけど、えー。ちょっとですね、今日はスイスのブランドをご紹介したいなと思います。スイスのデセデというブランドなんですけど、えー、このブランドはですね。 えー、確かの馬の蔵を作ってる会社からですねで馬の蔵を作ってる会社から、えー、こういうソファーを今作って世界で、まあ、トップクラスのブランドということになるんですけどもともと馬の蔵を作ってた会社って、まあ、素晴らしいあのメゾンブランドが多いですよね。例えばエルメスしかりですねあとグッチしかり、えー。やっぱりこの技術力がいいんでしょうね、えー、ということでちょっとあのまず出セで。 ここののの変わっったた形のものをちょととご紹介したいと思い思ますこれはです、ね、通称スネークチェアというんですけど何がスネークチェアーかというとですねこれいろんな形で動くんですねいろんな形で動くでこれですね実はあのパーツパーツに分かれてまして、えーね、確かこのぐらいずつかなこのぐらいずつに分かれてますのでこれをです、ね、付け足していくことができますからずっと長く S 字型がこうあの気付くことができるということで通称スネークチェアーと言われています。ね もうなんかホテルのロビー最高級ロビーとかねそういうところにいる感じですね。ああ、素晴らしいですね。えー、ということでこれちょっとスネークチェアということなんですけどもっといろんなものがありますからちょっといろいろ見ていただきましょうこ。これは何がすごいのかというとですねつななぎ目がないですね。普通あ,のあちこちにこうつなぎ目が入っちゃうと思うんですけど、まあ、当然川ですからねつなぎ目でついでいくってことなんでしょうけどこれないですね。 と、えー、ということでちょっと見てみると座るところで1枚背中で1枚肘ででこっちでもないですからね1枚肘で1枚ということで大きいいを4枚使っていることになりますね多分これ後ろにこう貼ってあるのがこの革のもともとの革なんでしょうからうわすごいわこれ厚みがこれ厚みが5ミリあるんだそうですよ。 えー、通常あのこんんなに厚みは使えませんこれを何枚何層にもスライスしてですね使っていくんですけどこれはほんとにあの、えー、皮をいただいてそのままですねただですね生きている時の皮は、えー、何か無心させた傷とか、えー、当然ながらムラとかいろんなものが出ちゃいますからそういうところをこう使えないところをカットしていくとですねなかなか使える部分がありませんね。 でそれをですね、一番きれいなところだけをこうやって4枚使っているということで、まあ、触ってみると厚みもすごいですよ。ちょっと座ってみますね。うわーすごい。だって座ると「ミシ」って言いますよ。このグッっていうこうきしみ音がしますね。あーこれはすごいなー。うーんこれはすごい。これはもう一生もの家具じゃないですね。これもう何章を持つんじゃないですかね。でこれですね実はあの本当にシンプルな相場なんですけどちょっとだけ機能がついてましてここの座面をですね 引っ張り出すことができるんですね。あたた、あ、ちょっとだけこう巻いてるんだ。ということで、あ、デイベッドみたいな形、あ、少し、あ、いいですね、これこれでね。少し深く座ったりすることができる。あ、これいいじゃないですか。ちょっとヒデネしたりするときもいいですしね。だから当然見てください、これあのつなぎ目もこういうところもありません。だから見えないところも本当に凝ってる。あと私ちょっと思ったんですよね。これちょっと見えますか。あのここのところに背骨の跡が見えますね。ずっと真ん中にこう背骨の跡が通ってる。 もう本当に数パーセントのところの皮を厳選して取るということなんでしょうか素晴らしいソファーですねも縦詰めもすごいですね重厚感があってえー、っとじゃあもう一つじゃあご案内しましょうえー、っとあこれはちょっと面白い形のソファーだなということでしょうかちょっとアイランド型なんですかねまあ壁に置いてもいいですけどまあお部屋のちょっと真ん中にね置くのもいいんだろうということを思いますあ,あこれこれでいいですねちょっとこの辺は浅いですもんねあちょうどいいですね この辺はちょっと深めですから、足を伸ばして、ということでしょうかああ、いいですね、これはねあ、いいじゃないですかで、これですね、ちょっと使い方が何か他にもありそうですよ、ちょっとやってみましょうかえっとあ、こんな風に動くんですねということは、こっちも、あ、こっちは動かないのかな、あ、動くんですね、あ、こんな風に動くんですねとことは、ずーっといっちゃう、あ、いろんな話になるんです、よれね、えー、ということで、えー、どうなんでしょう 仲良く隣同士で座ってもいいし喧嘩したときはあちょっと通りがか,かりに大平さんがいますのでちょっと手伝ってもらいましょうか大平さんちょっとそこに座っっててみてくださいちょっと座りづらいかなその形だあ、そうですねちょっと仲悪いときはねこんなふうに座ってもいいし <laughs>、えー、それとあと仲良いいときは、ね、こういうふうに座ってもいいしということで、えー、いろんな形で使えるソファ。 えー、ということでこれは実はですねあのユーチューバーで有名なヒカキンさんがご愛用頂い,いているモデルなんですね。で、えー、とヒカキンさんが来られてお買い求め頂い,いてでご自宅に入って使ってらっしゃるところをアップして頂い,いたらですねうわどれだどれだということでお客様非常に見に来られる方が多いんですよ。えー、ということで、えー、このヒカキンさんモデルも含めてですね、えー、このデセで、えー、大塚区の主要店舗ではですね、えー、取り扱っております。えー、このの有明中心ですね、えー、ぜひあの 家具の世界一周旅行をしてみたらいかがでしょうかどうも今日はありがとうございました大塚家具ではスリープアドバイザーによる睡眠お悩み相談インテリアのプロによるインテリアお悩み相談を受けたまっておりますご興味がある方はぜひこちらから